カゴメ株式会社は、飲料、食品、調味料の大手総合メーカーである。本社機能は、愛知県名古屋市中区近三丁目と東京都中央区、日本橋浜町にある。ブランドステートメントは、自然を、美味しく、楽しく。創業者の蟹江一太郎が1899年に、名古屋の農業試験場の佐藤杉江門から、トマトの種子を譲り受けて、 トマトの栽培を開始。その数年後、トマトが豊作でダブついた時に、トマトの保存を兼ねて、国産トマトソースの製造に踏み切る。幾度となく、失敗を重ね、1903年に、国産トマトソースの製造に、成功。1906年に、愛知県東海市の自宅の裏に工場を進行し、本格的トマトソースの製造を開始。その後、1909年には、 トマトケチャップとウスターソースを製造し、やがて業績を上げるようになる。トマト加工事業では国内最大手としてその名を知られており、1933年に国内初のトマトジュースを発売、同社の根幹を支える製品として現在に至るまで発売され続けている。1966年にはガラス瓶ではなく合成樹脂製チューブに入れた。 トマトケチャップを世界で最初に発売した。また野菜ジュースや植物性乳酸菌飲料などの健康系飲料も早くから手がけてきた。かつては自動販売機飲料事業にも参入するも2000年頃に全面撤退した。株主を大事にする企業としても知られ、同社では個人株主のことをファン株主と呼んでいる。定期的に工場や直営農園の見学や 健康応援セミナーといった対話と交流の会が催されている。2001年より株主10万人構想とめ打ち、個人株主を積極的に募ってきた結果、2011年3月時点での株主総数のうち、その約99.5%が個人株主となっている。全国8カ所に直営の応援を所有しており、そこで作られたトマトは、 スーパーでも販売されるという農産企業の面も持つ。このうち農園と工場がある。長野県諏訪郡富士見町には、隣接地にテーマパーク、カゴメ野菜生活ファーム富士見がある。名古屋と東京にそれぞれ本社を置く。名古屋の本社には陶器場の本店と経理部、情報システム部を残し、商品の企画、開発やマーケティングなど、社内全般の管理業務は、 東京本社で行われている。社内にはカゴメのジュースの商品が入った冷蔵庫があり、社員はすべて無料で飲むことができる。過去に静岡県と山梨県を販売エリアに持つペプシコーラのボトリングが一社であった。静岡工場はもともとペプシコーラの製造工場で、かつては富士見工場でもペプシ缶製品の製造を行っていた。 カニエは大日本帝国陸軍を現役除隊する際に、上官から農業をやるなら、広の名をやりなさいと助言を受けて、これが当時まだ珍しかった、トマト作りを開始するきっかけになった。その恩を忘れないために、陸軍の象徴であるご防星を商標として、使おうと考えていたが、イメージが陸軍と直結するために許可されなかった。このため、六角の星に改変したが、 星型は認められないという理由で却下された。そこで三角形を二つ組み合わせ六芒製にすることで、これが収穫時に使うかごを編んだ時の目印であるということで商標が認められた。1963年4月1日には社名をカゴメとし、商標はカゴメのついたトマトマークとなった。1983年4月1日に現在のロゴが制定され、 商標からカゴメとトマトマークは姿を消した。2003年4月1日からのロゴにはトマトが描かれている。黄色は光、果実、緑は自然、野菜、爽やかさ、安らぎ、赤は太陽、トマトエネルギーを象徴している。子供遊びの歌、カゴメカゴメが由来ではない。しかし、カゴメ製品である野菜ジュースの CM ソングに かごめかごめの替え歌が使用されたことがある。このかごめかごめはサウンドロゴに使用されている。現在過去現在、スポット CM などでテレビ CM を流している。ありがとうございます。